実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんでお送りしていきます。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福西さん、このクラブにとっては注目の初陣となりましたね。はい、これだけの観衆を前に選手はプレッシャーを感じていると思います。しかしそれに同日思い切ったプレーを見せてほしいですね。監督も自信を持って今日の11人をピッチに送り出しているはずです。ここでチームが勝利し第一歩を白星で飾れれば最高でしょう。期待しています。フリードリッシュ、テイラー、危険な位置です。緊張感が増してきます。シュート、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ドディ・ルケバキオ、ボールを回しますがなかなか崩れません。ボールをクリアしています。クリーンなタックル、ボールを奪いました。これはオフサイドを取られました。受け手が最終ラインの後ろに戻れていませんでしたから、そうなりますよね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。フェリテ・アンデルソン、相手陣内でインターセプト。このシュートは枠に飛びませんでした。この選手はいつも注目の的ですよね。チームにとって欠かせない存在です。パスワークが素晴らしいですね。味方が欲しいところにきちんとボールを出せるんです。これはプロフェッショナルファールでしょう。イエローですかね。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。中央にクロス、何を狙うのか。ここから中に折り返したい。このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。ジェームズ・ワード・プラウズ、ゴール前、期待も高まります。チアゴ・シルバ、カットしました。おっと、フリーです。打ってきた。しのぎきれるのか。さっきのチャンスはセーブした相手キーパーを褒めた方がいいでしょうね。しかし積極的に攻めていますから、勝ち越し点を挙げるのも時間の問題かもしれません。ボールを失いました。ボールを取りました。さてどうする。プレーは止めません。主審が流していますね。ワードプラウズ、じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。止める。素晴らしいセーブが見れましたね。よく反応しました。このチャンスを逃したのは痛いですね。選手本人が一番不思議に思っているでしょうが、なんで決められなかったんでしょう。何をしてくるのか。中の選手を狙ってきた。このシュートは大きく横に外れます。このパスは読んでいました。フリードリッシュ、
ベリシャ。このコースは読まれていたか。ボールを運びゴールに襲いかかります。1対1のチャンス。決まった決まった、ゴール決まった、先制点決まりました。アウェーチームのゴールシェア率が高くなっています。問題はほとんどチャンスを作れていないことですよね。ポゼッションも大事ですが、得点しないと勝てません。もっと縦のパスで前にボールを入れていきたいですね。ポゼッションは相手チームに。パスを出した先は相手の選手。ここからどうするのか。止めた、ボールが転がる。主審がペナルティースポットを指さします。相手に PK を与えてしまいました。これを決められると試合は振り出しに戻ります。 PK、 文句なしの PK です。そしてイエローカードが提示されます。ちょっと軽率な、見事に PK を入れています。ボールを取り返します。ドリブルで敵陣へ持ち込む。いい攻撃でしたが、ここでボールを失います。うまくかわしました。これはよく反応しましたね。キーパーのダイビングセーブで危機を出しました。ボールはエリアへ。クリアしきれません。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。ビッグチャンス、まだ狙えます。よく止めましたが、ボールはこぼれています。前半終了です。スコアは1対1。ホームチームは順調にリードしていましたが、最後の失点は痛かったでしょうね。前半終了間際でしたからね。ここは切り替えていかないと危ないですよ。後半戦が始まります。サイドのスペースを攻め上がります。中にクロスが入った。ヘディングでクロスに合わせたものの、ボールはバーを越えていきました。ボールをカット。インターセプトしました。フェリテ・アンデルソン、ゴール前に入ってきました。決まるか。ゴールを狙う。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。コーナーキック、勝ち越しを狙います。
ショートコーナーを使います。中で選手が待っています。このヘッドは大きく外れます。ディフェンスがしっかりマークしていました。セバスティアン・ルディ、ここからポゼッションは相手チームに。ボールをなかなか離しません。タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。ワードプラウズ、おっと相手へパスしたような形になりました。パスコースにはディフェンスがいます。シュート、まだ攻撃が続きそうです。かなりゴールに迫られましたが、これで危険は回避しました。データが示す通り、両チームともここまでかなりのチャンスを作り出しています。やはり攻撃的なサッカーは見ていても興奮しますね。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。ファンベルナト、相手が触ったのでスローインですね。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。決められるか。入ったかと思いましたが、鮮やかに止めました。レッドカードをもらう前に交代ということかもしれません。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感にサポーターも盛り上がっています。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。ポール・ポグバ、クロスを狙ってくるか。ピンチをしのぎました。スーパーセーブです。あの至近距離で反応するとは大したものです。これはキーパーを褒めましょう。コーナーキックが入ります。気は抜けない展開です。このロングシュートは決まりません。キーパーがポジションを外していないと、あれを決めるのは難しいでしょうね。そもそもコースに行ってないので問題外ですが、このカットは大きい。しっかりと奪いました。相手の出しどころを潰しボールをダッシュしました。チームでの連携が取れ、堅実な守りで得点も許しません。スピードのないシュートでした。試合は終盤に入り、勝ち越しゴールを期待するサポーターの声援が熱を帯びてきました。レフェリーはプレーオンも指示していましたが、ここでファールを取りました。フリーキックが与えられます。選手を交代させるようですね。あっとリスタートです。オフサイド、オフサイドです。セバスティアン・ルディ、ボールがこぼれる。さあスローインでの再開です。ここはクロスのチャンス。このクロスはキーパーが抑えました。キャノン、試合終盤に向けてホームチームを応援する声が大きくなっています。
果たして勝ち越せるでしょうか。どうなるかは分かりませんが、最後まで大きな後押しがあります。戦う姿勢を見せてほしいですね。いいスペースにボールを出しました。 PK の判定。この時間帯に大きなチャンス、決まれば勝ち越しですからね。これはプレッシャーがかかりますよ。 PK です。明らかに危険なファールでした。選手は退場です。残り時間もありませんから、これで試合がほぼ決まるかもしれませんね。見事に PK を入れています。PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。フリードリッシュ、テイラー、主審が流します。アドバンテージを見たようです。中にいいボールを送りたいですね。ゴール、また決まりました。あっという間に2点差です。このパスはカットされました。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。ここはイエローが出ました。ちゃんと注意があったんですが、行かせなかったようですね。思わずやってしまったんでしょう。しっかり聞いておくべきでしたね。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ここで試合終了ですが、サポーターは収まらない様子です。福西さん、これはレッドカードの判定に対する抗議でしょうか。おそらくそうでしょうね。あの退場が結果に影響したのは明らかです。まあ不満に思うのはよくわかりますが、選手自身に責任がありますから、レフリーを責めるのはお門違いじゃないですか。今のファールにカードの判定。ボールを運びゴールに襲いかかります。1対1のチャンス、決まった、決まった、ゴール決まった。先制点決まりました。止めた、ボールが転がる。見事に PK を入れています。見事に PK を入れています。中にいいボールを送りたいですね。アディショナルタイムに3分加えられます。ここはイエローが出ました。